ソロモン諸島は南太平洋のメラネシアにある島諸群であり、またその島々を国土とする国家である。ただし、地理的にはソロモン諸島に属するブーゲンビル島は国家の領域的にはパプアニューギニアに属す。オーストラリアの北東、パプアニューギニアの東に位置する。北にはナウル、東にはツーバル、南東にはフィジー、南にはバヌアツがある。 イギリス連邦の一員にして、英連邦王国の一国。首都であるホニーアラは、ガダルカナル島に位置している。正式名称は、ソロモンアイランズ。1568年、スペイン人探検家のアルバロデ・メンダーニャデネイラが、ガダルカナル島で砂金を発見し、ソロモンの宝と名付けたことに由来する。日本語の表記は、ソロモン諸島。独立前の旧称は、 ブリティッシュソロモンアイランズ。紀元前1000年までには、メラネシア系の住民が定住していた。旧石器時代にサフル大陸から人類が移住してきた南源となっているので、ここを境に、これよりも、おおよそ北西にある島々を、ニアオセアニアと呼び、これよりも、おおよそ南東にある島々を、リモートオセアニアと呼ぶようになった。その後、1000年間は、動きが停滞する。 槍を装備したソロモン諸島の戦士たち1568年、スペイン人探検家のアルバロデ・メンダー・ニャデネイラがヨーロッパ人として初めてトライ。ガダルカナル島で砂金を発見し、これが探し求めていた古代イスラエルのソロモン王の財宝だと考え、ソロモン諸島と名付けた。1893年にイギリスの植民地となり、1900年には、 ドイツ領だったソロモン諸島の北部もイギリスが獲得した。同年にはコプラ産業も開始。第二次世界大戦中の1942年、日本軍に占領されるが、アメリカ軍とのソロモン諸島の戦いではガダルカナル島が日米の激戦地となる。1976年に自治権を獲得。 二年後の1978年にイギリス連邦加盟国かつ英連邦王国として独立した。1986年にサイクロンに襲われ大被害を受ける。2000年6月ガダルカナル島では隣のマライタ島からの移住者が増加し、厳住部族と移住部族間で土地の領有をめぐって武力による対立が継続し、市民社会の治安が脅かされた。 この事態に対し、自国の警察だけで対応できなくなった政府は、2003年7月、太平洋諸島フォーラムに対した国籍軍の発見を要請した。オーストラリアとニュージーランドの軍と警察、約2200人が出動し、治安の回復が図られた。現在の課題は、財政赤字、森林破壊及びマラリア対策である。2006年4月、 首都ホニアラで反政府運動が勃発してチャイナタウンが集中して襲撃された。2007年4月2日地震が発生した。津波被害が顕著で同国政府は3日50人以上の死者が出たと発表した。2013年2月6日サンタクルーズ諸島付近でマグニチュード8.0の地震が発生した。2019年4月 マナセ・ソガバレが首相に再度就任した後、対外関係の全面見直しを表明。同年9月16日、中華人民共和国と国交を樹立し、これまで国家承認していた台湾と断交することを発表した。アメリカは台湾との国交を継続するよう働きかけていたが、裏切られた形となり、直後にマイク・ペンス副大統領が、 ソガバレ首相との会談をキャンセルするなど大きなしこりを残すこととなった。国会議事堂国家元首はエリザベス2世女王。その権限は総督が代行する。総督は任期5年で議会の決定に従い女王が任命する。行政府の長は首相である。議会によって議員の選挙後に第一党の党首が選出されるのが慣例である。 内閣は20人の閣僚によって構成される。閣僚は議員の中から首相の助言に従い総督が任命する。議会は一員制。全五0議席。議員は任期5年で小選挙区制選挙で選出される。前回投票は2014年11月19日に行われた。政党別獲得議席数は以下の通り。 ソロモン諸島の州独立時は4州であったが、現在は9州及び首都区域に分かれる。中央州チョイスル州ガダルカナル州、イサベル州、マキラウラワ州マライタ州、レンネルベローナ州、テモツ州、西部州南西太平洋のニューギニア東方の104の島々で構成している島諸国家。主な島々は首都ホニアラが位置する。 ガダルカナル島などがあるニュージョージア諸島とサンタクルーズ諸島である。険しい火山島と熱帯雨林に覆われている。最高峰はガダルカナル島のポポマナセウ山である。 1951年以降、ソロモン諸島では10年ごとに0.15度ずつ気温が上昇していると言われている。ソロモン諸島市とほにやら主な通貨はソロモン諸島ドル。捕鯨用語国。自給自足的な経済と貨幣経済は並存している。経済格差が大きく、木材とコプラ、パーム油にカツオとマグロが主要品目である。なお、 部族紛争勃発前までは日本が最大援助国であったが、現在の最大援助国は豪州である。ガダルカナル島の武装勢力の対立が経済を直撃し、現在国家財政は破綻状態であり、後発開発途上国に指定されている国でもある。サツマイモの消費が世界一である。ソロモン諸島には国営放送のソロモンアイランズブロードキャスティング、 カンパニーがあり、同国でのワールドカップの中継権も持っている。インターネットにおいては、ソロモンアイランズネットワークインフォメーションセンターという、プロバイダが主流である。新聞は売店などでの販売が主流。ソロモン諸島の子供たち人種構成は、メラネシアン93%、ポリネシアン4%、ミクロネシアン1.5%、ヨーロッパ人0.8%、 歌人0.3%、その他0.4%。ブーゲンビル島、ソロモン諸島の言語分布。赤、北ブーゲンビル語族。青、南ブーゲンビル語族。緑、中央ソロモン語族。灰色、オーストロネシア語族公用語は英語であるが、母語とする人は全人口の1から2%に過ぎず、現地語と英語とが混ざって形成されたピジン言語が、 部族間の共通語となっている国内全域では、オーストロネシア語族、パプア諸語など、約120の固有の言語が存在する。約96%がキリスト教徒。他の約4%は、地域固有の精霊信仰。ソロモン諸島には、固有種、固有足を含め、様々な生物が生息している。しかし、密漁、戦争行動、 人間によって持ち込まれた外来種の影響で絶滅あるいは絶滅の危機に瀕している種もある。世界遺産東、レンネルソロモン諸島にはユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が1件ある。詳細は東レンネルを参照。政府日本政府名余領時間観光その他有効協会。ありがとうございます。